惜しい。くっそー、惜しい。ちくしょう。ぶい。よっ。どどど。あら、くそー、だからそのタスクなんか待たなきゃよかった。メインでは湧いてません。湧いてません。いないね。貨物では湧いてない。7名あと誰でしたっけ。7名もう1人か。死んじゃうんだろうか。宿舎あるたか。はい、キッチンパンのはず。メインがゲンさん。メインがオマガミゲンです。はい、じゃあ、はい、タン分けがキッチンの梅健さん、エンジンの僕で、アーカイブが空いてる。初手でアーカイブに行ったの誰だっけ。あ、俺俺なのこさん、ね、あのカモス上が行ってるんで、アーカイブに入ったけど死体は発見はしていない、うん、最後にラウンジのゴミ捨てタスクの前まで行ってるけど、トイレの左から2番目が空いてたんで、まあ誰かしら上に行ってるだろうねって感じ。停電直したの誰でしたっけ。え、いない。あれ、いない。あら、まずキッチンもよ。おお、キッチンかアーカイブで確定で伊豆さん白くないこれ。違う。うん、まあ、まあ、ボタンの2人は白いんじゃない。キル無理なんじゃない。うんうん、一応で、まあ、あ、でも僕と梅健さんの動きだっけ。僕はエンジンはキキンコの復帰タスクやった後ミーティング登って終了。僕がキッチンの武器庫下を4丁やったんですけど、なんか1丁はめ忘れてたみたいで、もう1回2回目やって終わったってことですね。アーカイブが切られた場合って誰が切るんですか。七子さんとか、ね、七子さんもできるし、普通に伊豆さんとかもできるんじゃない、うん、僕ペンテで飛んでいけると思いますよ。ゲンズも一応容疑者なんで経路います、ね、私メインで湧いて除染した後エレキに降りて上げ上げやろうとして終わってます。でメインからエレキに降りるときにオマシンかなが上がっていくのが見えてるので、はい、オマシンを2人は私視点で白が出せます、うんうん、最低まんまで届かないと思う。ああ、弁当でも無理。うん。エレキからだから。じゃあ、ゲンさんも無理じゃないですか、大マシン視点で。まあ、厳しいな。厳しいとは思ってほしい。うん。かなり厳しいと思いますよ。即直しだったと思うから。めちゃめちゃ早かったです。即直しで飛んで、メインエレキで、すれ違いって、それをマシン視点でゲンさんができることを教えてほしい。今回何秒くらいだったっけ、時間。15秒とかそんなもんの、うん、15秒ぐらいだと思うですね。俺はかなり厳しいと思ってます。足が切れるんだったら、それこそ除染とかメインの真ん中とかだったらできるけどってなると、7埋め伊豆とかになるんじゃない、うん、宿舎は大丈夫なんだよね。アルタカは宿舎はアルタカ、はい、弁当は無理なんですよね。そっちから無理です。なるほど。おお、ナイス。まあ、展望で一応停電直しました。ナイス。奈良子さんって停電になったタイミング、どのタイミングでしたっけ。停電なったタイミング、なったタイミングは多分ラウンジで配線やってる時じゃないかな。貨物でギュッギュッギュッってラウンジで配線終わった時には暗いなと思った曲があるんで、アーカイブ最後入ってっていうような状態なんで、はいはい、うん、そのぐらいであってそうではあるな。まあ、なんか心理的問題だけど、まあ、僕がインポスターだったらで考えたんですけど、七子さんインポスターで貨物に湧いて、うん、昇降機右にいるプテさん行くんかな。なんか停電中アーカイブインポスターで入ってきたらシャワーに降りそうな気がするけど、そっち見に行くかな。まあ、わかんないですね。昇降機右ベタ付きで直して即直しでそこで死んでるんであれば届かないっていう感じになるけど、まあ、別に証明はできないと。貨物分けが誰と誰なんだっけ。7神明、そう、
で七子さん視点で多分僕が無理だとは思う。ああ後ろにいる人は無理無理、俺を追い越してそこまで飛ばなきゃいけない。慎太郎も原産視点で無理そうで、七子さん視点で僕が無理になると思うから、だから容疑者は七子さんか梅健さんか、まあ伊豆さんがあるぐらいじゃない、割って感じですか。そうね、僕さっき宿舎とメインが塞がってると思って伊豆さん白いかなと思ったけど、なんだろう、心理的な問題で伊豆さんの方かなってちょっと思っちゃってる、うん、俺なんなら最終位置さっきマップ見たらミーティングのちっちゃい胃の一番下のところ左下ぐらいにまで来てるから、ベント飛んでキルとかは多分できるとは思う。うん、停電ってそこ直ったんだっけ。早かったっすね。めちゃめちゃ早かったです。あ、そうなんだ。いや、そう、私もそれ気になってて、その場合ってプタヤさんが例えば昇降機右とかに直してた場合って結構移動できるくねって思ってて、うん、いや、わかる、めっちゃわかる。まあアーカイブ方面ぐらいまではいけんじゃないですか。アーカイブに入るぐらいまではいけそうだから、そうそうそう、ね、まあ全然できるとは思うよ。大地が昇降機右じゃないならわかんない。そう、じゃあ、まあ、だから3人容疑者でなんかつまんなそうな気がしますけどね、うん、これ以上。うん、まあ梅伊豆なら、うん、かなって思っちゃうけど、これなんか別に梅健さんが白いとか思ってるわけじゃないんですけど、梅健さんが切ってる場合って停電乗っ取りしたらいいなと思っちゃったんですけど、それはね、俺も思う、うん、どうなんかなって。単純にまあプテが直したか覚醒なんやろ、確定ではないから。でも直したプテが展望から出てきてキッチンとかで切った場合ってプテが直したかどうか分かんないから、うん、言いづらいのはあるんじゃない、そういうのは。何？七子さんのアルマのこといきなり目の前で切りました。いやさ、もうマットじゃないんだったらほとんどやめて、本当に食べるから。マットじゃないんだったらほとんどやめて、マジで。あんな意味わかんないところほとんどやめて。マットじゃないならね、マットなら別にいいけど。マットじゃない。アルマの鉛筆の先っちょでザクザクしてたら、七子さんがいきなり切りました。意味わかんないでしょ、アップロードのところでずっと左右に揺れてんだよ、メイヤ君が。こんなもん絶対マットだと思うじゃんね。ああ僕は悪いです、すいませんでした。ごめんね、ごめんね、これはもう僕の悪い。でもやってる最中に七子さんが来たんだよ。謝っとかな、悪いな、ごめんね七子さん。いやいや、ごめん。踊りだけじゃ分かんないんだよな。あげあげ、だ3ポイント。うん、ナイス。おお、うん。やったやろな、じゃあ。あれ誰の現行犯だっけ、宮君だっけ。いや、そう、なんか、はい。皆さんが踊ってて、皆さん待ってると思って踊って、そう、なんか石球で俺とアルマ二人きりになったんですけど、うん、なんかアルマの鉛筆のスキンが気になったから鉛筆に自分の体をザクザクってやってたら、それを多分踊ってるのと勘違いした奈良さんが切りました。なるほど、そうであるな、はい、これだ、ナイツでもまだしてなかったのか。おお、なるほど、確かに。もう何回貨物脇、いいし、
シャワーの入り口ぐらいで目安さんです。あ、どっちの入り口ですか。メインですね。メインシャワー館の入り口ぐらい。割と直近ですかね、これ時間かな。慎太郎はどういう移動になってんのこれ。僕最後ラウンジからアーカイブに入ったら高田さんが多分シャワー能力になっていった感じかな。ラウンジとアーカイブ館で扉閉まってる気がしたんだけど、まあまあまあ慎太郎さんが近いって感じですかね。お肉には近いというか、閉まってるんだったら絶対慎太郎です。ベントでしかアーカイブ入れないから。ただちょっと自信がない。あ、ただね、僕目線高田さんには多分白が出せそう。超攻撃右から出てきてるはずだから高田さんって。ちょっと自信がないです、わかんないです。一応中盤でガミシンが一緒にエレキからメインに上がる姿を見て、僕その後エレキで降りたらメイヤさんがいて、でメイヤさんを見送って僕バイタル貨物で貨物の金庫タスクで終わってるから、一応慎太郎メインからシャワーへの侵入。あ、そうだよ、シャワー弁当からアーカイブにルートだと思うよ。だってシャワーでしたいだったらそのルートしか。トマス梅剣が身を回して白が出る人がいれば、あと一さんも含めて梅剣は厳しそうかな。うん、5秒前ぐらいに僕がキッチンから武器壊れてき、武器庫からキッチンに行くおまおじさんを見た。でかつ俺が弁当側の方に行ってて、梅剣が弁当使えない側から来てるから、うん、多分より無理だと思う。40秒あっても40秒ぐらいかなと思うんだけど、うん、メイケンは無理やと思うな。うん、でさっきもコミュ直してます僕は。そうだね、ああ確かに。エレキにメイヤさんを置いて、メインエンジン宿舎、ミーティング登ったところですね。で宿舎前のドアが下と右だけ開いてるはず。下と右、うわー扉だ。まあ、一応俺は浮いてて最後貨物の金庫タスクまで行けてるから、なんなら弁当飛んでいける位置。ただ、俺麺屋さんと別れてからその位置まで行くのに多分10から15秒ぐらいかかってるから、麺屋さん登った後に多分わりかしすぐに切られてるので、多分10秒から15秒前ぐらいの切るな気はしてる。結構前ちゃうんですか麺屋さん。一応してるからドア見る余裕はありますよね。そうだ、7人だ。アーカイブの右、まあ、それを向いてほしいな。僕が開けてるはずだから多分覚えてないから、ね、うん、宿舎が下と右だっけ空いてるのが。そうです。はい、あ、準備 OK。 自信ないな。すいません、ボタンなかった、アーカイブ全部閉まってました。閉まってたね。まあ多分だけど、誰かってそのインポスターがサボタージュして閉めたんじゃないかな。初動で、いや初動で見てる。俺とガミさんが最速で見に行ってるから。いや、アーカイブ系は僕です、そもそもこのターン、うん、ああそうなんだ。どうなんだ、ちょっと待って、俺って高田さん視点閉まってたら確定で人外っていうわけではないんですか。ちょっと待ってね。うん、うわー、俺何してたんだっけ、本タスクしてたんだっけな。俺ゲンさんとどっかで会ったよね。私貨物脇なんで、最初アーカイブまで走ってる時高田さん見た気がします。初号機右だったっけ、アーカイブだっけ。アーカイブだと思います。私初号機右で言ってない。うん、わあ、どうだろう。梅尾馬が切る厳しそうで、他がまだ白はっきり出ないって感じかな。俺がね、下開けようとして終わってて、左は絶対閉まってて、右どうか。伊豆さんってさ、全部閉まってるって主張、うん、アーカイブが全部閉まってる主張。ただおまじさんが初動で下から上に入ってきてくれて、おまがみがアーカイブの扉見てくれてる。うん、うんうん、あ、でもどの道自身が対抗なのか。
対抗か分かんないけど、慎太郎目線で高田さん無理なんよね。大丈夫って言ってましたね。うん、慎太郎さんも開けて入ったって言ってましたよ、ね、前の会議で、うんうん、閉まってた以上対抗は対抗は対抗だね。いや俺ね、うん、ちょっと待ってね、開けてなければ高田さん見れるわけもないので、ね、俺えなんだ俺ね、なんか昇降機に何かをしに行った記憶があって、何だったっけな、でうわまあな、するかどうかは任せるんですけど、一応僕はサボ直してるんでマットはないです。うん、で俺がアーカイブ入ってシャワーに抜けようとして、慎太郎が右から左に行ってボタンで扉全閉まりでしょ、で職切ったり右も開いてないから、いやー分かんない。うん、はいはいはい、入れてます慎太郎さん。なるほど、入れました、入れてます。もう恐ろしいぐらい言うことがないですね。水ごま梅あと1、俺昇降機右行った記憶、うん、マットだ、ね、あマットなんだと。よかった、誰だ、じゃあメケンさん持ってかれた、うん、梅山の大さんも白で、まあこれで二人街は落ちてますよね。そうですね、で容疑地は、まあ、ガミオマは大丈夫なんで、まあ、レポートしてる私ももちろん含んで、あれガミさんって大丈夫でしたっけ、え、だって左流れ、あでもそれも確証ないのか、梅を間が絶対白っすよね、多分僕の動き見てるのって慎太郎さんしかいないはずなんで、あ入りますね、まあ、なんか悩みっぷり的に高田さんはなくてもいいかなって、うん、いや俺ね、そう、ね、そうさっきのいや結果論だけど、これ慎太郎くんが強靭やったから高田さんの線もないんじゃないの。とりあえずタスクは100終わる、まあ、タスクは僕微妙な湧き次第って感じ、次第ですね、頑張れば終わるかな、 100% 終わり。でも慎太郎さん一応高田さんに白は出そうとしてたから、いやそうなんですよ、てか実際出してはいたけど、まあ、何かって言われると ただ釣ったことで結局これ高田さん疑われるから、多分大江さんの主張したことってそれですよね、うん、釣られると分かってる位置の人がご神様に白出したら疑われるよねっていう、いやし強靭売りするんやったら1ターンを早い気がする。まあね、6で売らないと、うん、うん、だから高田さんじゃない気がする。いや単純にミスったような気がしたなと思って、俺は自分で俺そういや扉開けたのに全閉まりしてるなと思ってっていうのをずっと考えちゃった。じゃあ伊豆さんになるかな、か、伊豆さんで終わんなかったら高田さんっていう感じですかね。あんまりでも今日する進行にならないかなと思ってるんですけど、うん、1分半あれば私もなんとかなりそうなんで。ああそれはそう、おまがみってあの扉確認のターンあったじゃないですか、アーカイブのやつ、はい、うん、あれ速攻で上に来たら閉まろうとって聞こえると思います、湧いた瞬、いやむしろ湧いた瞬間聞こえるんじゃないかな、もうシャワーに入ってたし俺ら2人。ああそうなんや、ああじゃあ僕がインポスター慎太郎が持ってる、僕が閉めてる線っていうのはないですよね、アーカイブを。ない、ほぼほぼないと思う、いやわからん、本当にメインで湧いた瞬間なら聞こえへんやろうけど、うんうん、まあ特に喋ることなかったからまあ、ちょっとタスク優先で多分動くと思います。はい、どうしよっかな、どうしよっかな、
会えねえ。今のいやー悔しい今のタスクの方かタスクの方かタスクは無理よちゃんと覚えてたかみんなはいはいはい初手キルがもうちょい早い段階で見つかってたらワンチャンありましたね多分、あでもあれかリアクタントってキルできないから微妙っちゃ微妙かいや惜しいゲンさんか惜しいいやーナイスゲンさんごめんよゲンさんめっちゃ白かったゲンさんこっちは追えなかったな慎太郎さんのおかげ慎太郎さんがあの踊ってくださったんですよ何回かああはいはい慎太郎ちゃんもっと早く俺見踊りに来てくれ別のダンサーが俺の前のダンスじゃなくてアルマの鉛筆にミクサグサしてるそれなんだよ鉛筆サグサグはわからんこの勝手にナロコさん勘違いしただけですね